ハインリヒ24世は、ドイツの貴族、作曲家、ロイス・ケストリッツコー。ロイス・ケストリッツコー、ハインリヒ4世と、その妻で、ニーケー、ロイスコー・ハインリヒ19世の娘、ルイーゼの間の第一子、長男。ドイツ東部ブランデンブルク州で生まれたが、ウィーンに住した両親のおかげで洗練された、都会文化の中で育つことができた。初歩的な音楽教育は、 自身もアマチュア作曲家だった父ハインリヒ4世以降、及び音楽教師、カール・ゴットリープ・プライシュガーから受けた。ドレスデンの中東教育学校でも本格的な音楽教育を受けた。ライプツヒやボンの大学でも音楽の研鑽は続き、法学の勉強が本来の学業の目的だったものの、学生時代はハインリヒ24世の音楽的才能を引き出すことに費やされた。 1883年法学博士号を得たものの、この頃には、ハインリヒ24世への関心は、完全に作曲活動に移っていた。ヨハネス・ブラームスと信仰の深いハインリヒ本、ヘルツ・オーゲンベルクに指示したが、一度ブラームスと直に会ったこともあり、その時のことを次のように記している。10分間で、たくさんのことを教えてくれた。 ヘルツオーゲンベルクに同じことを教えてもらおうとすれば、1ヶ月はかかるだろう。ブラームス、シヘルツオーゲンベルク、アントニンド・ドヴルザークに影響を受けた数多くの、室内学、6つの公共曲を書き残した。1894年父の死と同時に、ロイスケ・ストリッツ家の家督を継承し、功を称した。同時に、弟系、ロイスクに議会の世襲議員席も与えられ、 1897年3月8日から死去するまで議員を務めた。ニーダー・エースタライヒ州のエルンストブルン及びハーゲンベルクの家族世襲財産を経営した。1884年5月27日、同族の王子ハインリヒ74世婚後の娘、エリーザベトと結婚し、マニン5人の子を設けた。マイケル・ストレ、デア・コンポニスト・ハインリヒ24、ルス、 コストリッツ、アインマイスター・ストレンガー・シェーンハイト、ヒルデスハイム・チューリッヒ・ニューヨーク、ゲオルク・オルムズ・バーラグ、2016、ISBN 978から3から487085777、S72 ウンと S215、ビルヘルム・アルトマン、ハインリヒ・ホン・ヘア・ゼガンベルグ、ザイン・レーベン・ウント・シャッフェン、イン、ダイム・ジーク、2、1903、ヘフト19、 S2847 S ベストハイム醸造所の経営者ヘルマン・ヨーゼフツー・シュトルベルクシュトルベルク伯爵の次男フリードリヒカールツー・カステルカステルコーの重邸ありがとうございます